はい、こんばんは。今回ですね、ご紹介するのはこちらの譜面台です。はい、譜面台っていうのはね、結構あの値段がね、だいたい下は1000円から上は何万円まで、結構お値段にレンジがあるんですけど、今回ご紹介するね、これ、私はこれお茶の水下倉垣さんで購入しました譜面台。非常に便利なのがこのバインっていうね、譜面を押さえるやつがついてるんですよ。で、譜面がこれ移動してもこうビロンってなんないんですよね。で、非常に僕は便利だなと思ったんですが、オーケストラとかやってる人にね、この譜面台便利だと思わないって話をしたら、めくりにくいと、譜面をペロッとね。ああ、確かにそうだなと思いました。で、重さに関しては基本的に軽いものの方が高いんですね。ただ僕にとってこの軽さの差だと差にならないんですよ。あんまり軽いものは高いんですけど、あまりそこは差にならないんで、僕は安いものを何台も、各部屋に置くようにしてます。なので、まあ、これ1台1000円なんでね、下倉楽器さんで1000円、税込みで1000円なんで、非常に安いと思います。これおすすめします。1台あるととても便利です。何かとこう書き物したりするときね、読書なんかの時もいいですよ。ずっとこうやってなくても置いといて、あーってページめくればいいんで、何かと便利です。やっぱりね、こうやってやってると手も疲れますし、肩も凝りますし、譜面台何かとおすすめです。これは何をするにもね、1台1家に1台あると便利です。全然音楽ねやらない方でも何か書いたりはするじゃないですか。そういう時にね、あるとこうささって書けるんで、こうペン持ってね、さささって書いたりする時に、こうやってやるよりは台があってこうやって書いた方が便利なんで、1台持っておくといいかと思います。はい、今回ご紹介したのは、お茶の水、下倉垣さんで購入した、なんとお値段1000円の譜面台です。一家に一台あると便利ですよ。はい、ぜひね、音楽やられる方、やられてない方も、これね、あると、とても軽いです。片手でひょいって持てるぐらいなんで、読書するにも何をするにも、料理するときね、レシピ見るにも、一台あると便利かと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。